倉林明子さん。日本共産党の倉林明子でございます。学校法人森友学園問題に対する国有地売却の検査、これについて質問したいと思います。本院予算委員会の要請によりまして異例の検査が実施されました。で、いわゆる平成30年11月報告の提出となったわけです。この特定事項検査で明らかになった事実は何だったのか、まあ、簡潔にお答えいただきたいのと、財務省が中心となって会計検査院まで欺くと、こんな行為をなぜ行ったのか、簡潔にお願いいたします。岡村参考人。ご質問ありがとうございます。平成30年11月の報告では実際に行われていた会計経理に係る意思決定の経緯や森友学園との交渉内容等の文書の提出により把握できた意思決定の経緯、それから29年11月以降国会において取り上げられるなどした主な事項の確認結果、3点目といたしまして懲戒処分の要求の検討結果について記述しております。1点目につきましては財務省が決裁文書の改ざんを行った上で改ざん後の決裁文書を提出するなどしていたため経緯等を正しく把握できなかったこと、2点目としまして近畿財務局が公表情報からは推測できないような制度の貸付料概算額を提示したことは適切とは認められないこと、3点目として懲戒処分要求の検討結果でございますが、財務省において改ざん前の決裁文書および交渉記録が提出されなかった事態は会計検査院法第26条に違反すると認められるとしております。ただこのような事態に関与した会計事務職員についてはすでに退職していたりすでに懲戒処分を受けていたりしたことなどから懲戒処分の要求は行わないとしたことなどをご報告しております。財務省が決裁文書を改ざんするなどの行為を行った背景については同報告では国会審議において本件が大きく取り上げられる中でさらなる質問につながりうる材料を極力少なくするためであったとされている、国会審議等において存在を認めていない文書の提出に応じることは妥当ではないと考えたと記述しているところでございます。倉林さん。これ当初は存在しないとしてきた記録が出てきたと、国会審議を通じてですね、財務省もこう認めざるを得なくなった、出さざるを得なくなったと、こういう状況で出てきたんだと思うんですね。それではお聞きしたいと思うんです。これで公文書関係資料、森友学園問題に関わってですね、すべて提出されたという認識でしょうか。岡村参考人。会計検査院といたしましては、30年11月に国会に対して報告を行うまでの過程で、関係者に質問するなど、さまざまな方法で検査を行ったところでございまして、検査に必要な資料はすべて検査したものと考えております。倉林さん。必要なものは検査したということだけれども、私がお聞きしたのはですね、これで全部出てきたという認識かどうかということをお聞きしたんですが、いかがですか。岡村参考人。検査に必要な資料はすべて検査したものと考えてございます。倉林さん。私ね、この問題、国民の疑念はいまだ払拭されていないと思っております。まあ、自殺されました近畿財務局職員の赤木俊夫さん、残されたファイルがあると、これ、当時の上司の音声データで明らかになりました。これ、すべての経緯が分かるというものになっているっていうのが、音声データに残されていたんですね。これね、新たな証拠になりうるものだというふうに思われます。衆議院の質疑でも、この点で参考人はですね、再検査の必要性っていうのは繰り返し否定されているんですね。で、その上でですよ、財務省の改ざんや隠蔽を見抜けなかったと、先ほど来指摘もありましたし、この反省っていうのは私、この事件でもまた繰り返すようなことはあってはならないというふうに思うわけです。
改めて新たな証拠の存在も含め、再検査の検討を求めたいと思います。いかがですか。岡村参考人。ご指摘のファイル、改ざんの経緯について記したファイルということで報道がされていることは承知をしております。ただ、本件について会計検査院といたしましては、29年に報告を行いました後、改ざんされた決裁文書が提出されたことなどが明らかになりましたことを踏まえて、引き続き検査を行ったところであります。その結果、財務省においてそうした不適切な対応があったということにつきまして、30年11月に国会に対して報告をしております。先ほども申し上げましたように、この報告を行う過程で、関係者に質問するなど、さまざまな方法で検査を行ったところでございまして、必要な検査を行ったと考えているところでございます。倉林さん。新たなファイルの存在っていうのが明らかになったのは最近なんですよね。平成30年11月の報告、この時点ではなかったものがまた出てきたという可能性が出てるわけですね。私は改めてその点で検査の 再検査の必要性を強調しておきたいと思います。そこで、先ほど来議論もありましたけれども、会計検査院は憲法上の独立した憲法上の機関であるというご説明です。この会計検査院法第1条でもですね、会計検査院は内閣に対し独立した地位を有すると規定されております。改めて確認したいと思います。この意味について、独立性を規定している憲法上の機関であると、認識はいかがかと、そしてその独立性はどう保障されているのか、ご説明いただきたい。岡村参考人。会計検査院法第1条の規定でございますが、これは会計検査院の権限行使が内閣の影響や干渉を受けずに、公平厳正に行われることを期して、会計検査院の基本的位置づけが内閣から独立しているということを規定しているものと認識をしております。この会計検査の独立性を担保する仕組みといたしましては、会計検査院法において人事権の独立、規則制定権などが定められるとともに、財政法においていわゆる二重予算制度が取られるなどしているところでございます。引き続き外部からの制約や干渉を受けることなく検査が行われ、かつ検査結果についての判断が公正、適切に行われることが重要であるとを認識しておりまして、会計検査に取り組んでまいりたいと考えております。倉林さん。私は新憲法の下でですね、この会計検査院の独立性について憲法上規定された、会計検査院法第1条によって独立性規定されていると、この意味は大変重いと思っているんですね。質疑にあたりまして、2010年に会計検査院130年史というものが取りまとめられているということで、それについても見させていただきました。そこで戦前戦中、その会計検査院の実績の紹介ですね、中身詳細に紹介ありました。私はね、この戦争の痛苦の教訓というものが会計検査院の独立っていう点でも憲法上の位置づけもしてやってきたんだっていうことが あるんだと思うんですね。その会計検査院も総動員されて戦争に向かっていくさなかですね、そこで組織は弱体化する、聖戦完遂と、この大義のもとにですね、検査が不能になり、検査が不能な機密費等ですね、軍事費がどんどん膨大すると、膨張すると、止めることができなかった。その記録詳細に見せていただきました。つまり権力から独立すると、これが憲法の要請なんだということなんですね。森友事件というのは総理大臣の関与、これが大きな焦点となった問題でありました。権力に対する忖度などが断じてあってはならないと釘を刺しておきたい。終わります。